はーい、皆さん、ごきげんよう。声優の石黒千尋です。はい、ということで久しぶりに始まりました、石黒千尋の、本日はライブ 2D 庭師さんにご相談会です。イエーイ。はい、ということで本日も始まりましたので、音源チェックとかいつも通りに庭師さんよろしくお願いします。 BGM がうるさいよとか千尋の声がうるさいよとかありましたら遠慮なく言ってください。皆さんがチェックしてくださっている間に私はご挨拶をしていきたいと思います。はい、アワゾー会長さん、ごきげんよう。練習ありがとうございます。ごきげんよう。スピーカーさん、ごきげんよう。ごきげん、ワン、ツー、スリーさん、ごきげんよう。ゾーン、ABC さん、よっこいせよっこいせで正座するあぐらじゃないんだ。ごきげんよう。オホーツクの庭師さん、ごきげんよう。ダリアンさん、ごきげんよう。サンフラワー、富士さん、ごきげんよう。サンフラワー、富士って、なんかこう、リンゴのメーカー、思い出しますよね。富士リンゴ美味しいよね。ごきげんよう。公式さん、ごきげんよう。つとむさん、ごきげんよう。タタのかかしさん、ごきげんよう。あさぎさん、ごきげんよう。ゴンザレス、リュウスケさん、ごきげんよう。かっけー名前だなぁ。いいね、なんか竜がごとくみたいに出てきそう。竜だから小文字 Q さん、ごきげんよう。モルモットのス、モルモル、ごきげんよう。はーい、ステップ29さん、ごきげんよう。グッドエブリング、グッドイブニング。ナーサーさん、ごきげんよう。アイセージさん、こんばんみ、ごきげんよう。ホーダーシーさん、ごきげんよう。ミリクリウスさん、ごきげんよう。アルサンさん、ごきげんよう。カキビトシラズさん、ごきげんよう。ケマル・リッチマットさん、いつもこれ言えてない。ごきげんよう。クリンさん、ごきげんよう。アルマさん、ごきげんよう。ひさいさん、ごきげんよう。はい、ということで皆さんにごきげんよう言えたのではないでしょうか。皆さん本日は来てくださってありがとうございます。久しぶりにちょっと OBS の更新があったので、なんかちょっと設定とか変わっちゃってるところがあるかもしれないんですけど、なんかあったら言ってください。随時対応してきます。はい、本日のこの画面ですね、ちょっとだけ手を加えておりまして、チヒローズには珍しく手を加えておりまして、ただいまですね、チヒローズ、コラボ PC として出させていただいております。こちらですね、声優ゲーマー石黒千尋さんコラボゲーミング PC というところで、こちらがですね、7月の6日火曜日13時59分まで5000円割引のウェブクーポンが、クーポンが配布中です。カミカミやだ。はい。なので、もしパソコンの、買い替えなどをご検討中の方は、ぜひよろしくお願いします。はい。実はですね、なんか今カミカミやだっていうので、自分でもなんか思ってはいたんですけど、実はチヒローズですね、ここ半年ぐらい、ちょっと歯の、噛み合わせの治療しておりまして、その影響で実はちょっと滑舌が悪いんですね。でなるべく今のその調整してるところに触れないようにお話をしようと、舌が触れないようにお話をしようとしているんですが、ちょっとお耳にね聞き取りづらいところとかありましたら申し訳ございません。よろしくお願いします。はい、ちょっと見つめますね。もうコラボ PC 買ったで、ボーナスぶっ飛んだけどなメリクリスさん、ありがとうございます。めちゃくちゃつよつよの PC 買ってくださってましたね。ありがとうございます。いやでも、もう PC はもう長く使えるから、みんな。もう一回買ったら長く使えるから、いいもの買った方がいいと思います。ほんと、これ。ほんと、これ。安いの買っても、結構時代に追いつかなくなっちゃうんだよね。あらら、お大事にです。ありがとう。健康とかにはね、別に問題はないんだけど、歯の治療中でちょっとその、治している途中なので、ちょっとすいません。
そう、でもね、そういう直してる途中でも声優の仕事とかナレーションのお仕事ありがたいことにいただけるから、いやもう本当にめちゃくちゃ気を使いながら喋ってるんですよ。いやー、歯って大切。一本でちょっと歯の位置がずれただけでも全然変わる。前も言いましたけど、あの神谷博さんが、あの私がもともと青鬼プロダクションにいたんですけど、神谷博さんが声優を目指すんだったらまず最初に滑舌直せって、あの歯並び直せって言われたんだけど、本当そうなんだなと思った。歯並び直すとすごいあの響くところが変わるなっていうのを感じています。まだまだね、ちょっと治療期間は長くて1年ぐらいかかりそうなんだけど、まあ、ちょっとずつ良くしていきたいなと思っています。はい、グラボ交付中で大変やな。そうなんだよね、グラボね、なかなかみんな手に入らないとかいうのでお値段も高くなってはおります。でもいいグラボあるといいよね、本当に。あのもう当たり前なんだけど、こんなにサクサク動くのかみたいなねところありますんでね。で、ちひろずは今あのちひらぼの方で、ゆずきゆかりみゆさんのクラウドファンディングを、開始させていただきまして、そこで、VR ライブの制作も今してるんですね、まさに。で、そちらの方も絶賛制作中でですってね、進行状況としては、まあ、今だいたい 40% ぐらいかなみたいな感じなんだけど、それに合わせて私自身もあの以前庭師さんにいただいたバイブっていう VR のやつですねと、プラス、オキュラスクエスト2っていうやつを使っていろいろと試してるんですけど、まあ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 、これもですね、やはりグラフィックボードグラフィックボードに依存しておりますのでね、いや、いいパソコン使うとダメだなと思っておりますよ。楽しみですって、天野さんありがとうございます。もう本当に皆さんお待たせしてしまって本当本当に申し訳ないんですが、その分いいものをね作ろうと一生懸命頑張っておりますんでね、よろしくお願いします。はい、ミドルタワーの欲しかったけどミニタワーを主軸にいろいろ付与したら金が飛んでいく。そうそう、追加追加でね、いろいろね変えていくとね、まあお金がねかかっちゃうんですけどね。いやでも皆さんね、先ほどもあの書いてらっしゃる方、あ、オホーツクの庭師さんも言ってましたけど、今資金貯めてる最中ですっていうのでね、資金貯めながらやっていっていただけたらなと思います。チヒローズもね、実はもう一台 PC 欲しいなって思って作業用 PC とまあ、自分のプライベート用の PC が欲しいなとちょっと思っています。アルサンさん、おいらもついにライブ 2D 実装しましたわーということで、おめでとうございます。私の友達の、あの声優さんの中上郁美ちゃんっていう子もいるんですけど、その子もライブ 2D をあの自分で作ってて、もうほんとすごいなと思うんだけど、そのライブ 2D の、 あのやつ本当にグラボ食うって話をこの間熱弁してきたんですよ。教えてもらったパソコンにね、グラボがないっていうね、まさかの事態で今までよく動いてたねっつって、なんかそうそうそう、あまり私たちってパソコンの勉強してこなかった世代なので、今ってどうなんですかね、小学校中学校にパソコンの授業があるとかっていうのを聞いたことあるんですけど、まあやっぱりそういうのをまあ通り越えていない人間なので、グラボとかメモリーとか何がいいものかっていうのはね、まだちょっとね分かってない。自作税は強い。そうなの、自作税は強いよね。そう、私も全然だから分かってないから、もうすぐ聞いちゃうもんね。もう最近はありがたいことに、レベルインフィニティさんとお友達になったから、レベルインフィニティさんに聞いちゃうもんね。こういうことしたいんですけど、どうしたらいいですか？何が足りないですか？このメモリー、このグラボで足りますか？とか聞いちゃうもんね。これはちょっとね、禁じ手だと思うんですけど。まあまあまあ、コラボさせていただいているんで、そこはね、許していただいて。はいはい。プログラミング授業主流になってきている。ああ、そうなんだ。いやいや、プログラミング授業なんて受けたいよね。私受けたいですよ、それはもう本当に。もう、私が子供の時に受けてたらゲーム作ってたなーなんて思う。ねえ、わかります。自分も YouTube 見出してグラボがどうとか知りました。ねえ、わかんないよね。そうそう、専門店で聞くのはいいですよね。今だと GTX1650 が次第点って感じですね。なるほど。いや、どんどんいいものが追加されてるから置いてかれちゃうよね。うささんごきげんよう。はい、お越しくださいましてありがとうございます。というところで、また私のフリートークをね、だいたい10分ぐらいしましたので
ティーローズはね、一応自分の中で時間割り作っておりまして、10分間フリートークとか決めてるんですが、そろそろ本題に入っていきましょう。はい、本日はですね、庭師さんにご相談があります。それはチヒローズ、ライブ 2D 問題。はい、もう本日の題名ですね、ライブ 2D。 これはですね、前回庭師さんにもお話ししていたんですが、チヒローズずーっと YouTube チャンネル、気長にのんびりやらせていただいております。もう昔から見てくださっている方というのもね、いるのではないでしょうかというところなんですが、チヒローズね、実は5年前から YouTube チャンネル持ってるんですよ。すごくないですか ?5 年前。目の付けどころは早くていいんだけど、いかんせん私がこういったのんびり屋さんな性格をしておりますので本当にマイペースマイペースに5年前からちょこ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 続けさせていただいておりまして、で、ゲーム実況というものをね、上げ始めたのは3年前、リトルナイトメアの動画を上げましたね。やっぱりそれが私のゲーム実況の初めての動画なんですが、その時はまだニコニコ動画に先に上げて、で、ニコニコ動画だと画質が悪いということだったので、ちょっと YouTube にも上げてっていう感じで、ニコニコ動画初っていうことが多かったんですね。それがですね、だいたい2年前ぐらいから YouTube をメインに変わってきまして、面白いですよね。 YouTube でデッドバイデイライトとか、ジェイソン、13日の金曜日のジェイソンとかをやり始めたのが2年前、ね、そこからもう1年前ぐらい、2年前ですね、そうですね、でも2年前ぐらいからもうレベルインフィニティさんとパソコンのコラボもさせていただいた関係もありまして、つよつよ PC になり、それから、もう1年前ぐらいから歌ってみたなども上げてっていう感じの、本当にマイペースなチヒローズのゲーム実況、そして活動の記録なんですが、その時から皆さんがメンバーシップというものに入ってくださっているんですよ。今ね、皆さんのお名前の横にミュウっていうマークが入ってるんですけど、これね、今のこのちひラボのチャンネル、もともとちひローズの個人チャンネルなので、まあ、ゆずきゆかりミュウっていうのもちひラボというのをやらせていただいてから、そのメンバーシップのアイコンというのも作らせていただいたんですが、はい、皆さんメンバーシップに入ってくださっているということで、まあ、そのメンバーシップの皆さんからいただいているお金、もうこれ本当大切、ちひローズお金大切、お金はちゃんとみんな計画的に使おうというところでね、あとスーパーチャットというものもありまして、それも皆さんから100円とかもう本当に1万円とかもいただけたりとかっていうことがあったんですね。で、ちひローズこの今 YouTube チャンネルの、お金はですね、全く手をつけておりませんで、ピーポピーポ言ってるねあれ窓開いてる、私もしかして、あ、閉まってしまって、よかった音が響いてるだけでした。はい、それでですね、全く手をつけておりませんで、何にしようかなと、何を使えばいいのかなっていうのをずっと悩んでたんですね。で、よくチヒローズこれでご飯を食べてねとか、これで飲み物を買ってねとかって皆さん言われてたんですけどなんかまあ、いつもチヒローズはもうお水飲んでますんで本当にもうここバラのお庭の管理人であるチヒローズは貧乏性が抜けないっていうところでもあるんですけど、チヒローズはですね、お水大好きで、お水も飲んでて、そしてそんなになんかこう何かこう欲しいという物欲もあるわけではない、本当によくある一般人の女なんですが、まあ、なので皆さんにこうやっていただいたお金はできるならば皆さんと共有できるところで使いたいと思っていたんですね。で、なのでまあ、よくよく考えた末、今お金もちょっと貯まりましたので、ライブ 2D ということで、今この画面ね、動いてないとやっぱり寂しいじゃないっていうところで、ライブ 2D にしたいと思います。はい、いやー、長いね、ここまでの説明長かったね。みんなついてこれてる？大丈夫かな何言ってるか分かんないよとかあったら言ってくださいね。はい、あとちひろず結構早口なんで早口なんでちょっと聞き取れなかったよとかあったら言ってくださいね。パチ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 
ポチ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 、ありがとうございます、ありがとうございます。これも一人に応援してくださっている庭師さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。初見さんようこそ。ハイズさん、ゆっくりしていってください。はい、伊豆ゆかりさんの声を担当させてもらっております、石黒千尋です。これを機会にぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、新しくライブ通知をするにあたって千尋ズ思ってたことがあるんですよ。ちょっと今ここに書いてもらってるこのイラストですね、これ曽川さんという、まあ、皆さんご存知ですかね、イラストレーターさんに書いていただいたんですね。めちゃくちゃ綺麗で、もう本当にもうお気に入りのこれ立ち絵なんですが、庭師さんからの意見でちょっとこういった意見がありました。可愛く描いてもらいすぎじゃないか。いや、そうなんですよ皆さん、可愛く描いてもらったんですよ。すいません、ちひろーず可愛い女の子好きなんで、かなり可愛く描いてもらっておりますっていうことも踏まえてですね、もうちょっと大人っぽい感じに次描いてもらおうかなっていうことをお願いしました。はい、それでですね、せっかくなので新しく描いてもらうなら衣装も一新しようと思いまして、それで曽川さんにご相談をしたところ大丈夫、私素直な庭師さんが好きだから、はい、相談したところ、下絵という感じでイラストをなんと3枚仕上げてくださったんです。はい、なので早速公表したいと思います。いきますよ、じゃ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 んじゃじゃんじゃじゃじゃん、ピュー、じゃじゃん。はい、ということで、3枚イラストを仕上げていただきました。ありがてえ、ありがてえよ、ありがてえんだよ。ということで今回ですね、この生放送で庭師さんに初公開ですね。え、庭師さんからご意見をたくさんね、いただきたいと思ったんですよ。なんかもっとこうした方がいいとか、もっとあれしたいとかっていうのを今ここでまさにご意見を取り入れて、それをもうそのまましちゃおうかなと思ってます。で、これ終わった後にツイッターで投票もしたいと思うんですけど、先に庭師さんにここでね、皆さんに見せたいなっていうとこです。はい、じゃあまず A 案から。はい、この A 案見てください。この大人っぽく、ちょっとね、大人っぽくもあり美しくもあるこのイラスト、髪の毛は、長めのロングでお願いしますとお願いしました。ちひろーず実はね、今ショートカットなんですけど、また髪の毛伸ばそうかなと思ってるんで、はい、ちょっとこれはね、希望的観測という形で、許してください。はい、で、このちひろーずはですね、これ左側に白いリボンがね、ついてますね。で、ピアスして、で、ちょっとこうショートパンツにこうヒラヒラと、これみゆさんにもね、こういうのついてましたね、ヒラヒラというのがついてます。で、これアシンメトリーって言うんですか、右と左のデザインをこう変えてる。いや、センスある、もうセンスあります、センスの塊、もうね、神。はい、こんなね、デザイン思いつかない。ちなみに今回のイラスト、曽川さんに自由に描いてくださいと言って3枚仕上げていただいております。いやー、すごいっすよね。もう何も言わずしてこれが出てくるって完璧ですか。はい、まあなので、これはもう本当にまあ第一案というところですね。左右非対称なのがいいですね。そうなんですよ、左右非対称、もうこのね、イメージすごくまあおしゃれだなって、モード感あるなって思いました。ナイトさん、ライブ 2D になっても VTuber じゃなくて YouTuber？ そうなんですよね、VTuber と YouTuber の違いちょっとわかんないんですけど、ちひろーず UVTuber じゃないかなってちょっと思ってます。 UVTuber って名乗ってこうかな。顔出しもしてるし、バーチャルの体もあるし、ということで UVTuber ですね、ちひろーずはね。かっけえな、 UVTuber。 はい、シトロさん、
ごきげんよう、遅刻しました、この可愛い子は一体ということで、今ですね、ちひろーずの新しいライブ 2D のモデルの衣装を庭師さんに相談しているところでございます。はい、でちょっとね、まだね2枚目もありますね、皆さん期待してみてください。では続いてはビーアンです。じゃじゃん。はい、ビーアン来ました。のふんふん48じゃないですか、これは。のふんふん48。もしかしてのふんふんセブンティーンかもしれないですね、これはね。ちひろーずセブンティーンかもしれませんよ。はい、もう先ほどとはちょっと変わった、 A より落ち着いた感じかな。あー、なるほどね、すごい貴重な意見。 B は落ち着いた感じがする。もうそういうのどんどん言ってメモってくから、 A より落ち着いた感じがする。もうみんな思ったことを言ってください。今これちひろーずメモ帳にね、メモ帳に残してるんで、メモ帳に残してるんで、せっかくだからメモ帳に残しているのをここにね、なんかね、テキストで出したいよね。テキスト出してこうね、これね。なんか、かわいいの、文字ないかな。エレガント、エレガント、エレガント、デジタルでいいよ、これで。B は、落ち着いた感じがする。はい、B は落ち着いた感じがする。色を選択で黒にしとこうかな。OK。でかい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 。でかいぞ。めちゃくちゃでかいからちっちゃくしていこう。はい、皆さんのね、意見をね、随時書いていきます。ちひろーず、こういう OBS の使い方とか何にも分かってないんで、皆さん。お許しください。はい、これ。輪郭入れたら見やすい気がする。 OK。 A よりヘアアレンジ差分作れそう。ほうほうほう、 A よりヘアアレンジ差分作れそう。 A と髪型実はちょっと違うって感じですかね、これ。おお、ちょっとこっちの方がね、髪の毛寄せてるね、これね。あ、しかも髪の色も微妙に違う。髪の色も微妙に違うよ。はい、トリマ3つ目見てから判断かな。お、いい判断をしてますね。じゃあちょっと先に3つ目見てもらいましょうか。それではデザインの試案どうぞ。じゃじゃん。はい、これまたオーシャンティーですよね、これね。これまたオーシャンティー。 A のデザインと似たような感じもしますが、はい、オーシャンティーさんですよ、これは。はい、初見です、仕事帰りに見てます、捨て駒さん。仕事帰りにどうもありがとう。なんで捨て駒って名前になったの。なんかすごいそのセンス好きです。あなたは社会の捨て駒じゃないです。私、捨て駒さんのことを求めてるんで。妹で大名人さん、今来た、何してるん。あ、今はですね、ちひろーずの新しいライブ 2D のイラスト衣装をご相談中でございます。すごくライブっぽくてかっこいい。 A は活発、 B はシック、 C はおしゃれ。なるほど、というご意見もいただいております。 A は活発、 B はシック、C はおしゃれ。はい、色のね、使い方とかもなんかちょっと髪の毛グラでかかってて新しい感じがしますよね。日常 B、 ちょっとよそ行き A、 イベント C という感じの衣装を感じました。うわー、すごい、なんかすごい、ほんとその通り。うん、C。C で、お、C が、すごい、今2票入ってましたね。この髪飾りは何ですか？こ
この髪飾り何ですかね。これ多分なんかこう時を止められるみたいな、よく同人誌である。ごめんなさい、嘘です、嘘です、曽川さんごめんなさい、ごめんなさい、嘘です、私嘘です、それ。まだいろいろね、ちょっと戻してみてみますよ。これ B ね、これ B、 なんかちょっとこう後ろにひらっとしたものもあって、なんていうのかな、こうアイドルの正統派衣装みたいな感じがしてとっても可愛いですよね、これね。靴がブーツっていうのもね、なんかあーいいなーなんて思いますよね。で、これ A ね、 A ね、 A ね、白タイツ履いてますよ、これ白タイツ履いてますよ、いい感じですね。はい、 A は自宅、 B はホムラ館、 C は輸水機関。あーなんかみんなそれぞれ感じ方があって面白いですね。はい、で反対に例えば A は A のここが好きで B のここが好きで C のここが好きみたいなのも全然ありだということでございます。はい、佐川さんより色とかも全然自在に変えるんで気軽に言ってくださいっていう本当にお優しいお言葉をいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、というところでね、このね、私ちょっと思ったのがね、このねスカートの時でもね、これよく見るとショートパンツちゃんと履いてるんですよ。もうそこそこ素晴らしいなと思いました。VTuber 活動されている方とかだとね、よくあるんですが、スカートの中身問題っていう問題がありまして、これは我が家のゆかりさん、ゆずきゆかりみゆさんもねあるんですが、ゆずきゆかりみゆさんは中に黒いショートパンツを履いているんですね。で、まあ中身を見えないようになってはいるんですけど、まあそういったねところのことまで考えてちゃんとショートパンツを履かせてくれるという、さすがな心意気感じましたね。分かっている、分かっている、これは分かってる。はい、 A のダイヤマークが良きですな、個人的には C です。 C は髪色とスカートの色に使い方がスコスコ。Don't think free ということで A に1票、 A に1票。この後Twitter で投票をやる予定なので、その時にぜひ投票を入れていっていただけたらありがたいです。考えるな感じろ、そうそう、みんな考えるな感じろですね。ユーリルさんごきげんよう、はいごきげんよう。 C のニーハイが素敵、あ確かにこれ C はニーハイで、B はこれ素足かな、 A が白タイとなっていますね。 I like A and C。 おー、個人的には A か B かな。うわ、みんなやっぱりいろいろ意見が分かれてる。なんか皆さん A だとしたら A の好きなとこ、 B の好きなとこ、 C の好きなとことかいうのをねこう教えていただけると、なんかそれをこう全部いいとこ取り、いいとこ取りしちゃうみたいなことができちゃうんじゃないかなって思いますんで、いいとこ取りするためにまず A のいいとことか気に入ったここが好きみたいなところをぜひ聞かせてください。まず A の気に入ったところからお聞かせください。 A の気に入ったところ、 A が好きな方は気に入ったところ、 A のスカートが好き、このひらひらみたいな感じのところが好きだよね。 A のひらひら短パンが好き、髪のバランスが好き、はいはいはい、髪のバランスね、ちょっとこのまあ髪の毛を片方に寄せてる感じがいいのかな、はいはい。あと A の右手の肘のキュッとしたところが好き、あ、はあはあ、よく見てる。 A のグローブね、このグローブが好き、うんうんうん。左右、非対称ショートパンツ紫色のひらひらが好き、あーなるほどね、左右非対称、はい、ひらひら胸元、はい。 A は髪型と胸元のリボン、胸元のリボン、
イは色のコントラストがはっきりしていてパリって感じがするので好きですね。うんふ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 ん。なるほど、ありがとうございます。皆さん貴重な意見ありがとうございます。では続いて B ですね。 A は余計な装飾がないのとワンポイントのブローチが好き。ありがとうございます。では続きまして、 B の気に入ったところと、はい、B のこちら、これいいんじゃないのって思ったところ、B があんまり良くないなと思ってる人は無理して言わなくてももちろん大丈夫ですよ。この、特徴を生かしたらいいんじゃないかとか、ここいいなとかっていうところを生かしていきたいなというところでございます。背中のリボン、あ、これリボンなんだ、今気づいた。そっかそっか、これ背中のリボンなんだね。うん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 。まあこういうのはタケノコ、キノコ、切り株、三すくみが起こるしね。切り株もその三すくみに入ってたんだね。 B は胸元の宝石がさりげないおしゃれ感があって好きです。多分ね、この宝石ってこのチヒローズの今のこの立ち絵の宝石を生かしてくれたんじゃないかななんて思います。チヒローズの着てる今のこの服、ちょっと制服っぽいもんね。はい、清楚感がいい。そうだよね、清楚感あるよね。はいはい、縮まった感じがする。はいはい、まあ整ってるということだよね、要するに。うん、首に下げてるソウルジェムが色合いを引き上げてる。待って、これソウルジェムだったんだ。ちょっとそれ、その解釈好きです。これチヒローズのソウルジェムだったんだ。いつでも黒くなりそうじゃない。ウィはアイドル感がある。あ、袖の透け感ね。うん、はい、ありがとうございます。では続いて C の気に入ったところ、はい、では C で皆さん気に入っているところがありましたら教えてください。 C もね、これ今気づいたんだけど若干もしかして髪の毛短くなってるかもしれない。ほらほら、ちょっと短いんだね、今気づきましたね。ね、ちょっと短くなってんだね。 C はかっこいい。確かになんかちょっとボーイシ感もあるよね、かっこいい。やや紫が入っている。あー、これおしゃれだよね、メッシュっていうの。うん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 、このスカートが好きです。アンドロイドのヘッドピースみたいな髪飾りが目立つ。ヘッドピース、ヘッドピース、うんうんうん、ゆかりさんとかもつけてるようなね感じだよね。A はイヤリング、 B は首飾り、 C は髪飾り、ソウルジェムなのか。はい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 、ちょっと待って、 A はイヤリングつけてるね。うんうんうん。で B は首飾りだね。うんうん。 C はこれ髪についてんのかな、ソウルジェムがついてるね。こんばんは、ガチの相談会だった。もうこれガチ相談です。なぜならば庭師の皆さんからいただいたお金で、これ作ろうと思っているので、ガチ相談です。本当にガチ相談です。こっから本当に決まりますんで、皆さん。胸のタイは素敵で素晴らしい。あー素敵よね、これね。ちょっとね、ちょっとこれね、ここちょっとこれ消してみるとね、胸のタイはね、このリボンの感じ、ひらひらとしてるのは全体的な大人な感じがする。スカートの色の使い方が強すぎる。なるほどね。 A にあったサイドスカート、 B にあった袖に加えて2杯と A と B にあったものをハイブリッドさせて。なるほど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 。黒と紫と白のバランスが良き。なるほどなるほど、ハイブリッドできそうな気がします。私もたらこんな感じでだいたい上半身が出てくるようになると思うんですね。でサムネとかでも多分上半身が出てくるんじゃないかななんて思うんですけど、
ちひろーずね、今これね、全身をちょっと映しちゃいますね。ちひろーず、なかなか全身を見ることってないんじゃないかなって思うんですが、ちひろーずの全身はこんな感じですね。はい。実はショートなスカートとあとニーハイなんですね。はい。で、制服のようなね感じに、ここちょっとなんて言うんですか、ベルトついてて、おしゃれなスカートのデザイン。はい。ここにもなんかね、これソウルジェムついてるんですね。実はソウルジェム3つ持ってる女ですよ。ちょっと贅沢ですね。はい。個人的に目の中をこうやってグラデーションしていただいているのが本当嬉しくて、はい。今はないこのゲーミングチェアの枕のところにちょっとね置かせていただいてますが、はい。ああ、スポンサーの意向大事ですもんね。そうそうそう、庭師さんはねこのチヒローズカンパニーの株主なんで。シースルーな上半身、確かにシースルーになってますよね、これもね。うん、間違った、こちら。うん、ゲーム画面を映してしまうところだった。ニーハイに太ももが少し出る感じがいい。なるほどなるほど、皆さんは太ももが好きということで、太ももでも私も太もも出てるのいいな。じゃあ太もも出るの決定にしよう。太もも決定で。庭師の皆さんの、多大なるご意見により、太ももを出す、絶対領域を出すということは決定いたしました。はい。これね、ちょっとじゃあ太もも出す系でいくとして、まあこれでも全然ね太もも出せるし、これもね全然ね2杯にできるということでね、やっていこうかなと思いますけど、髪の毛的に髪の長さはみんなどれがいいと思う？なんか長さ的にやっぱりちひろーずといったらロングかな。これちょっとね短くはなってるんだけど、あとなんかよくよく見たらね、これねちょっと、あ、でも長さとか寄せ方だもんね、これね。動かすなら C が良さげ。多分ね、この上半身こんな感じになると思うんですよね、本当にこの感じで動くと思うんですけど、はい。髪型で言えば C、 イメージの長さは A や B ですね。お、割れてるぞここでも。ちひろーずの髪の毛がちょっと短い方がいいのか長い方がいいのか。長さは断然 A、 B の髪で C の衣装がいいかな。あー、すごい、みんなの意見が割れてる。楽しい。髪の毛は B かな。うんうん、なるほどなるほど。結構違うんだね。意外だった。私も全部変えてきてくれてる、素晴らしい。 A と B が多分ね長いんだ、 C が短いんだろうねきっと。ふん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 。 C はグラデがワンポイントで特徴を出せるしな。あのね、グラデはね入れたいとちひろーず思ってるんですよ。グラデすごい好きで、私グラデ好き、グラデが好きなので、グラデは髪の毛に入れてもらいたいなと思いました。グラデ好きなんで、じゃあグラデは決定事項で。はい。なんかいいよね、私自分の髪の毛にもちょっとメッシュ入れたいなとか思ってますもん。いいなと思いますね。はい。今喋ってる美人さんが中に入るんですよね。ありがとう。ありがとう。チーローズ入る、片白欲しい。片言になっちゃった。7色のグラデ、初心者サムネあるある、虹色にしちゃうやつ。はい。 A の長さで C のグラデが最強か。なんかチーローズもなんかそんな気がしてきた。
髪の毛長い方がいいような気がしてきた。ゆかりさんにもある今の千尋さんの顔横の結びは何ふけて？顔横の結びってどこだろう。なんか今あったっけ、顔の横の結び。あ、これあ、ナーフってそういうことね。なくなったってことね。あ、そうだね。なくなってんね。なくなってるね。確かに確かに。それ入れてもらいましょうか。あ、どうです皆さん。あ、ごちゃつくから取ったのかな。飾り物多いから、あれなのかな。ね。いや、でも私、なんかソウルジェム気に入ってるから、ソウルジェムはなんかどっかにはつけたいなと思いますね。ソウルジェム。メタルマカロン的なやつ。メタルマカロンか。あれはすごいよね。誰が考えたんだっていう感じですよね。いや、でも、なんか今のところ、ニーソックスの太もも決定で、で、グラデーションを髪の毛に入れてもらいたいっていうのと、あと、あ、でもあれだな、私目にもすごいグラデーション入れてほしいなと思ってて、で、それもお願いしようかなと思っています。で、あ、そうだ、あの一番みんなに聞きたかったんだ、顔の印象どうですか。あの、この顔の印象どうでしょうか。今チヒローズがこの喋ってるこのあの立ち絵だとちょっと可愛すぎるよなんて声もいただいたんですが、どうでしょうか。ちょっと大人っぽくなる感じになりますが、皆さん的には大丈夫でしょうか。なんかね、そこのところもあの全然目とか大きく描くんでって神が言ってくださったんですよ。なんでもう神にありがてえありがてえって言って、もう頭足を向けて寝れねえっつって言うとこなんですが、よりアイドルっぽくなったような。イヤリングは C より A の方が好み。大人びた感じあって好きよ。むしろこのイメージで固まりすぎて難しい。いや、もう一目惚れしました。皆さん優しい、めちゃ優しい。そうなんですよね。結構なんていうのかな、 VTuber の皆さんってやっぱりアニメキャラクターっていうところを出してるから、なんかちょっとなんていうのかな、キャルルンとしてるというか、表現の仕方古っなんかもうちょっとね、もうちょっとリアル感は欲しいなと思ってて、だからいいかなとちょっと思っております。はーい、キャルルン古いはい、まあそんな感じでちょっとね、ちょっと大人っぽい新生のチヒローズを皆さんにね、お披露目できるのではないかと思っております。皆さんにいただいたその貴重なご意見はですね、しっかりメモにも取ってありますし、この後ツイッターで投票をしたいと思いまして、で、1週間ぐらいしようかな、投票を。で、それで決定して、で、そこからまたソガーさんとお話をさせてもらい、これにしますっていうものをが決まりましたら、まあちょっとライブ 2D 用にイラストを仕上げていただいて、で、また皆さんにお披露目ということができたらいいなと思っております。はーい、いやー、なのでちょっと本当チーローズもドキドキなんですが、皆さん温かく見守っていただけたらと思います。じゃあ最後にもう一回ちょっと位置から見せますね。 A のイラストはこちらです。続いて B のイラストはこちらです。続いて C のイラストはこちらです。そして今のイラストはこちらです。はい、というところで戻ってまいりました。悩みそうなんかこうリプでどんどん今言ってくれたようなコメントも、もし何かありましたら載せておいていただけたら、もう決めるときにね、いろいろと参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
単色推しの直後のグラデーション決定事項チヒローズはねグラデが好きなんですね。はい、これ実はこの立ち絵の今ここにあると思うんですけど、この立ち絵の、頭のこの輝きと目のこのグラデーションあるじゃないですか。もう全面出してましたね。これ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 はですね、チヒローズが最初ソガワさんが単色で出してくださってたんですね。でその単色で出してくれてたイラストに、ここちょっともうちょっとなんかグラで入れてもらえないですかって言ったちょっとこだわりのポイントでは あるんですよ。これ目と髪の毛のところなんで、ちょっとこれはね次のモデルにも活かしたいななんて思っております。はい、よいしょ、チローズでかいな、これでっけえな、よいしょ。はい、はい、というところで皆さんとね今日相談会というところで1時間、時間を取りたいなと思ったんですけど、いかがだったでしょうか。まだねちょっと時間余裕あるんでベラ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 フリートーク喋りたいと思うんですけど、皆さんなんかこうイメージ違いとか解釈違いとかなかったです大丈夫かな、みんな庭師さんと私意見一致してるかな。もうめちゃくちゃ不安なんで、ぜひぜひコメントを残しておいていただけると嬉しいです。飾り取るか髪型取るか全部っていうのはなしですか。もう全部見たいよね、全部見たい、本当に全部見たいんですけど、ライブ 2D とかイラストってそんなね安くないから安くないから本当に高いからね、うん、ちゃんとね関わってくださっている皆さんにお金を支払いたいチヒローズなので、その代わり良いものをね作っていきたいなと思ってます。これで何に投票するか決まりました。ありがとうございます。久しぶりの放送楽しくて新しい衣装も見れて最高でしたよ、ということでありがとうございます。はい安くないから、安くないから、ライブ 2G になったとしてやること変わります？変わりません。もうほんとこれですよ皆さん、ここまでねチヒローズの生放送を見てくださった皆さん分かってると思いますが、チヒローズのこのスタイルは変わらないので、皆さんがねちょっと疲れた時に、あ、たまたまチヒローズの生放送やってた、見に行こうぐらいなね気持ちで見てくれることがチヒローズの幸せでありまして、毎日生放送やるとか絶対ないのであとライブ 2D これ持ったからといって VTuber の皆さんとコラボしますっていうことでもないので、皆さん本当にごめんなさい、期待させていたらすみません。ただチヒローズは何年経っても17歳、変わらないっていうところがね魅力の一つと自負していきたいと思いますチヒロさんさんいれば OK、 優しいキャットマンズセクリットプレイス Thank you Thank you very much。 はい、まあ変わることといったらなんかこう画面華やかになるよねってことかな。うん、そうだよねソウルジャブといったことだけは謝っておきます。すみません、汚れはためないでください、お願いします、何でもしますから。嫌です。いやもうこれはねチヒローズのソウルジェムとして貯めていきたいと思います。私魔法少女になりたかったんだよね、ずっとね。マドカマギカに出演したいと思ってたんでね。はい、あやからじゅう先生がねマドカマギカのキャラクターのイラストのデザインを担当してるってした時もうめちゃくちゃ喜びましたからね。イエスってなりました、もう本当に。はい、まあなんでチヒローズはどん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 貯め込んでいきたいと思います。はい、あとまだまだ時間があるからちょっとじゃあフリートークしていこうかな。うん、うん、今何でもってん、え大人気じゃんなあさんさん庭師さんに大人気じゃん。千尋17歳の名札つけちゃいますか。もうねもう17歳京の、まあ京都の一人として石黒千尋17歳はねこれ魔法の天使もう魔法の言葉言っていきたいと思いますよ。はい、じゃあ最近起こったちょっとフリートークでもまだ時間があるのでやっていきたいと思うんですけど、なんか最近セイキンさんの YouTube を見たんですよ。皆さん知ってます？セイキンさんって有名な YouTuber のヒカキンさんのお兄さん、セイキンさんなんですけど、セイキンさんがですね
シンク、台所のシンクを鏡面磨きするっていう動画があったんですね。で、すっごいキラキラに綺麗になってて、で、もうこれ、もうお分かりの通り、チーローズやりたくなったわけですよ。でですね、もう一つ、まあ、庭師の皆さんが分かってることがあると思うんですが、チヒローズ、一切料理をしません。で、ガスも、もう3年ぐらい使ってないって言いながらもう3年ぐらい経ってるからもう6年ぐらい使ってないと思うんですけど、火を一切使っておりません。え、何食べてるのとかよく言われるんですが、コンビニとかで野菜スティックとか買ってきたり、おにぎりとか買ってきたり、え、それで食べて生きてますね。はい。最近はウーバーイーツとかも使ったりもしてます。ちょっとリッチですね。カップ麺くらいなら作れませんか？カップ麺、嫌いなんですよ。カップ麺を否定するわけではないです。あれは本当に素晴らしい文明の利器の一つだと文明の一つだと思っているんですが、なんていうのかな、入れ物のプラスチックのなんか感じがちょっとすごい嫌で、カップラーメン食べれないんですよね、あんまり。っていうのがあって、チヒローズは大体でも豚汁とかね、あるじゃん、アサリのお味噌汁とかシチミのお味噌汁とか、そういうのはもう大好きで買って帰るんだけど、カップラーメンはやらないのですよ。ね、でもお茶とかは紅茶とかは飲むんですが、チヒローズお茶とか紅茶のお湯はですね、ポットがあるんですよ。ポットが象印のポットでね、常にお湯が沸いてるので、お湯を沸かす必要もないんですね。あ、ゆうくんさん、チヒローズごきげんよう。はい、ごきげんよう。ウーバーはたまに半額みたいのがあるからワンチャンあり。そうなんだよね。今ね、ウーバーとか、ウォレットとか、出前館とか、なんだっけ、パンダだっけ？出前がほんと充実しておりますから、そこでね、注文したりするときもあります。まあ、ただそれはちょっとね、贅沢かななんて思うので、1ヶ月でね、ちょっと1回とか回数決めてやりたいななんて思うんですけど、はい。じゃあ僕たち庭師が日替わりでご飯を作りに行きますよ。ありがたい。掃除もお願いします。それでですね、話戻しますね。で、チヒローズ、まあだからお料理とかも一切しないんですけど、まあ、それでもやっぱ飲み物は飲むので、紅茶とかね、飲むので、洗ったりとかして、で、なんて言ったらいいんだろう。洗い、乾かすための桶って言うんですか？なんて言うんですか、そういうの。うん、洗い桶？逆さにして置いとくみたいな。っていう100均とかで売ってるやつをシンクに置いてあったんですよ。で、ちょっとそのままにしちゃってた時があって、シンクが若干錆びついていると。これバラのお庭の管理人、本家がイギリスにあるチヒローズとしてはかなりお恥ずかしいことなんですが、シンクかなり汚くなっておりまして、これもうね、見せられないよっていうぐらいのレベルで汚くなっておりました。ひぃひぃなんですね。お察ししてください。はい。っていうこともありにけりで、チヒローズ、鏡面磨きにチャレンジすることにしました。どん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 パーパーパー。はい。ということで、スポンジの、なんて言うんでしたっけ、あれ、ヤスリ、ヤスリと、あとピカール買いました。ほんとこれマジです。ほんとこれマジです。なんでチヒローズの世にも珍しいお掃除動画が公開される予定でございます。はい。いや、お掃除とかは全然嫌いじゃないんですよ。好きですよ。掃除、洗濯もすごい好きですし、洗濯ほんと毎日しちゃうぐらい好きですし、あとお風呂も大好きで、お風呂も洗って入ってますね。はい。なので本当に大好きなんですけど、本当にそのお料理周りは全くしないんですよね。はい。動画撮るの？ということで動画撮ります。で、またゲーミングチェアを組み立てた時みたいな感じでボイスオーバーで声を入れていきたいなと思います。いや、これね、本当ね、庭師さんに幻滅されるんじゃないかなって恐れがあるんですけど、いや、もうね、チヒローズオフィスアネモネから独立しまして、ちひらぼ株式会社を立ち上げさせていただいております、私。
きっと庭師さんもこんなねズボラな千尋ーズのことも愛してくれると思っておりますので本当にすみませんでした。千尋ーズのソウルジェム濁りに濁りきっておりますので鏡面磨きしていきたいと思います。ということで次の動画はねその鏡面磨きの動画あげたいと思います。あとですねもう一つ宣伝なんですが結構前に宣伝しました。もう本当にあの柚木ゆかりみゆさんのクラウドファンディングが終わった時ぐらいにあの皆さんに告知しておりました。柚木ゆかりみゆさんの曲、まあ柚木ゆかりレイさんの曲でもあるんですが、我が社のあのちひらぼ株式会社に所属している赤巻りっちゃんの、オリジナルソングファクタライドという楽曲がミュージックビデオ完成いたしましたのでそちらの方もねぜひあの皆さんにね見てもらいたいななんていうところでございます。はい。でせっかくなのでちょっとだけ音声を流してしまいたいんだけどどうかな、音声あるかなあるんだよ音声、全然ありますよ音声ありますよ。じゃあファクタライドの、ゆずきゆかり、レイさんの方かなを皆さんにちょっと音楽聞いていただこうかなと思います。一番だけね。それでは聞いてください。ファクタライドです。赤巻りっちゃんのギターがねめちゃかっこいいギターが入ってますよ。ヘビーのサウンド好きなんだよね。聞いていただきました。赤巻りっちゃんのファクターライドでした。ありがとうございます。今のはですねゆずきゆかりレイさんです。レイさんなんですよ。よいしょ、 BGM 流そうかな。はい。でこれはですねゆずきゆかりレイさんの今聴いてもらった楽曲なんですが、柚木ゆかりみゆさんの楽曲もありますので両方同時にあげたいと思っておりますのでぜひ楽しみにしていてください。はーい、かっけえ曲だな、ワクワクすっぞ、ありがとう。今のラジオパーソナリティっぽくてよかった。おマジンゴちひろーず調子に乗っちゃってまたやるよこれちょっとね今私もでも思ってたんだ。なんかこう、あ、昔ラジオパーソナリティやってた時こういうやり方してたわって今思った。なんかこういうのもいいかもね、懐かしいというか。もう YouTube の人方ってラジオ聞かないからそういうのなかなかないけどいいかもしれないね。
楽しみです。またニコニコ広告させていただきますね。ありがとうございます。はい、ということでいよいよお時間になりました。本日も皆さん1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後ツイッターでも、先ほどの ABC 案の投票、開始したいと思いますので、ぜひご協力をお願いします。そしてですね、またまた宣伝となりますが、じゃじゃんじゃじゃん、声優ストリーマー石黒千尋さんコラボゲーミング BC ということで、ただいま5000円オフのウェブクーポンを配布中でございます。パソコンの買い替えを、検討されている方はぜひご使用してください。じゃ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 ーん。はい、では、こんなところかな。いや、皆さんのおかげでチヒローズが動き出すということが決定いたしました。本当に本当にありがとうございます。これも、本当に5年間応援してくださっている皆さんのおかげです。チヒローズはこれからも今のようなのんびりとしたチヒローズで変わらないということを目標にやっていきたいと思いますので、ぜひ庭師の皆さんもちょっとね、疲れた時とかほっと一息をつきたくなった時にチヒローズとお話しに来てくださいね。はい、ということで本日はここまで。お付き合いは声優の石黒ちひろでした。またまたお会いしましょう。バイバイローズ。バイバーイ。